えー、続いてのご発表ですけども、えー、フラクタの戦、えー、国弘明さんによるご発表でして、えー、セーブウォーターナウ水道インフラを守るためのシビックテックサービスとなります、えー、もしご準備よろしければそろそろあの、はい、画面の共有をしていただけますでしょうか了解です,見ますあはい大丈夫そうですね はい、でそれでは、あの浦久千国さんの方からの、えー、ご発表になりますあの。どうぞよろしくお願いします。はい、えー。それでは、はめましての方もあの、ご無沙汰してますの方も、あのこんにちは、千国と申します、えー。今日はですね、セーブウォーターナウという、まあ、ちょっと新しいプロジェクトを始めまして、えー、ちょっとそのお話をしたいなと思っています。で、えー、私がまず何者かと言いますと、まあ、 Google Earth 好きと思ってください、まあ、結構あのこういう系のマニアでいろいろ 3D の地図をいじったり、まあ、作ったりしていますで、まあ、学生時代あの結構このフォスフォーチにはとてもお世話になりまして、まあ、こんな感じの発表などをこれまでさせていただいておりましたで最近、まあ、何やってるのって話なんですけども、まあ、最近はまあ引き続き、まあ、JS データを使った、まあ、解析 っていうところと、まああとはあのまあ教育事業っていうのを今やっていまして、えー、先ほどあのスポンサーコ演であったあのババさんいらっしゃいましたけども、ババさんはまさにこのテックプレーナー道場っていうのをまあ昨年やったんですけども、まあそちらの卒業生のまあ方になります。とても嬉しく思います。こういうコミュニティに入っていること。で、まあもう一つ今やってるその AI によるインフラし劣化診断というのがまあ今日の話なんですけども、まあこのフラクターというまあ会社の中でまあこういったものをやっておりまして。 その話をこれからしたいいなと思っていますこのフラクタなんですけども、あのまあ、どういう会社かというと、まあ、日本人の方がやっていて、えー、アメリカの,あの、まあ、レッドウォートシティというところがあるんですけども、そこに、まあ、拠点がある会社になります。で、実は今日私も河井さんと一緒で今、アメリカにおりまして、今、こちらは23時になります。ですので、もうテンションとしては、もうあのそういうテンションでして、これからの話というのは、ですねそういうテンションでちょっとお話ししていきたいなと思っています。 まあどういうところにあのまあ重きを置いているかというと、水道管というところがまあ我々のメインとしているものなんですけども、そういったものというのはあのインフラであるんですけども、それが今度劣化していくと、今度それが社会問題になってしまうということが、これからどんどん起きていくということがありまして、そうならないために、それがコンセプトになっています。その一つのプロジェクトとして動き出しているのが、この先ほどのまあセーブウォーターナウというものになります。これ一言でで何かっていうとうすね あのまあ、誰でも見れる、まあ、これサイトなんですけども、あのまあ、水道管があのおそらく今、このようなまあ劣化状況にあるというものをです、ね、われわれが診断したものを、えー、まさにこれ、セシウムなんですけども、セシウムの上にまあ乗っけて、それをまあ配信していると、まあ、そういうようなサイトになります。まあ、詳しくはこの後お話しします。で今はです、ね、アメリカのまあミシガン州というところを対象に、このものを公開していまして、 まあ見ていただくと、まあ、ミシガン州全体のです、ね、このパイプの水道管のです、ねまあ、漏水リスクというのが、えーまあ、見られるように今なっています。はいえー、ということで,です、ね、まあ今日どのような話をしていきたいかというところなんですけども、ま,あ、まとめるとあの大きく4つの話になります。えー、1つ目はです、ね、このセーブオーターナっというのはどういうものなのかというのを皆さんお伝えしたいということです。で2つ目に、えーまあ、ここにフォスフォージーをです、ね、どう活用するかという話をしたいと思っています。 そして3つ目に、ですね実はこれ、あの2週間であの構想からまあ論じまで至ったというところがありまして、ちょっとそのハッカソン的なです、ね、あの背景のところをまあ皆さんにお伝えしたいなと思っています。そして最後に、ですねこのセーブ・オーター・ナウをこれからどんどん広げていきたいと思っていまして、その計画的なお話をですね皆さんにできればなと思っています。はいということでえ、1つ目のですねこのセーブ・オーター・ナウ、まあもう少しあの詳しい背景のところを最初にお話ししたいと思います。 最近まあシビックテックという言葉もよく使われておりますけれども、まさにその一つとして思っていただければと思います。えー、まあご存知の方もいるかもしれませんけれども、まあ、アメリカってとても昔からまあ水道管というのは導入されていて、まあ、今ではですね年間40 24万件がですね漏,、まあ、漏水事故が起きていると言われています。で特に最近まあ話題になっているのが、あのミシガン州のフリントというところ、街、まあ、を皆さん知っているかもしれませんけれども、あのまあ水道管、まあ、水道を流すとですね、まあ、鉛が入っていたという。 ままたあの最近だとモントレーというまあ町があるんですけども、えー、こちらなんかですとまあその自治体がまあ水道局がですねあのまあ民営化されて、まあ、今ではあのまあ大体日本だと月2000円から3000円ぐらいのまあ水道料金だと思うんですけども、まあ、それがまあ5万円になるとまあ恐怖のような事態が起きていまして、まあ、とても問題が起きているというところがあります。 まあこれは今アメリカのお話をまあしたんですけども、まあ、日本もですね、まあ、もうすぐこうパイプのまあこう経過年数というのがどんどん,どん,どん今高齢化していっていて、まあ、同じような問題が起きるのはまあそう遠くはないだろうというところがあります。まあ、この水道管に限ったお話ではないんですけれども、まあ、大きくまあ難しい点というのはです、ね、まあ、やはりあの、まあ、市民サービスでありますので、まあ、止めるわけにはいかないと。そしてまあ一軒でも家があれば まあそこに対してですね、まあ、提供し続ける必要があるという、まあ、そういう問題があります。で、ここで、まあ、そこあの非常にまあ問題となっているのがですね、まあ、あの地中に埋まっているのであの見れないんですよね、要は。まあ、ですので、あのまあ、大体その平均的な寿命みたいなものを設けて、その寿命が達したらまあ交換しに行くというのはそういうやり方をしています。えー、ただですね、この平均寿命というのがですね、ま,あ、また実はあの、 実際に交換してみると、まだまだ全然使えるというケースもまあ多数あるんですね。ですので、まあ、必ずしもその、まあ、多額の費用をかけてあの工事をしてもです、ね、あ,のまあ、あまり意味,がなかっ、まあ、意味がないとまでは言いませんけども、まあ、効果が薄い場合も結構あります。また、まあ、水道局というのも、まあ、いわゆるその役所的なところがありますので、まあ、なかなかその、まあ、インセンティブが弱いというところがあります。 まあこういうまあ問題点がまあ重なっていき、なかなかですね、こういった本来であれば、平均寿命ではなくて、しかるべきタイミングでまあ水道管をまあリプレースできると一番いいんですけども、まあ、そういう難しさがまあこのインフラにはまあ,あります。これはあの水道管だけにまあ限った話ではありません。でそこでまああの問いとして、ですね、まあ、大きく2つあります。まあ、1つ目はですね今みたいいなこう問題点というのを、まあ テクノロジーを使うと、まあ、それこそこのフォス 4G を使うと、まあ、どうまあ解決できるだろうかというところが1つ目の問い。そして2つ目の問いというのはですね、テクノロジーがあるだけじゃもちろんダメなんですよね。じゃあどうこれをまあ今度ビジネスなのか、もしくはサービスなのかとして展開していく必要があるかというところがまあ2点目の問いです。そこでまあこのセーブウォーターナウをまあ出した背景にもなりますけれども、まあ、市民がですね、このまあ水道会社に直接この平均寿命ではなくて、 地中に埋まっている状態を推定したものをベースとしてでもです、ね、どういう状況なのかが分かった上で、水道会社に連絡してもらうような仕組みを作れないかというところが、このセーブ・ウォーター・ナウの作った背景になります。このセーブ・ウォーター・ナウなんですけども、このフラクターでは、ですで、ね、に5万3000社、アメリカにあると言われているんですけども、水道会社が、そのうちの6%に当たる部分を今はすでに 対象にしていて、え、そういったところの、まあ、データというのを持っています。で、そこでのですね、まあ、分析ノウハウですとか、まあ、経験を、まあ、応用して作ったのが、まあ、こちらのものです。パイプという、まあ、水道管の情報が、普通は、まあ、教師データに当たるものがないと。まあ、予測ができないんですけども、そういったものがなくても、まあ、予測ができるようにしたというのが、このセーブボターナウになります。はい、という、まあ、思いで、まあ、こういったものを、まあ、始めています。 実際にフォスフォージー的なところでいうと、何をどうやっているかというところなんですけれども、大きく4つのステップに分かれます。データ解析をする都合上、データが必要なわけなんですけれども、最初はさまざまなオープンデータを収集した後に、ですねまさに g d ザ l ですとか、もうまさにジオパンダスめちゃくちゃ使っているんですけれども、こういったものを通して単位の統一ですとか、変化などを繰り返しています。そして、データ解析できるところまで加工した後とに、サイキットなんですか、サイパイとか。 そういったものを活用して、まあ、予測モデルを作っていくということをししてていますそしてこのろになりますけどもそうした予測結果というのをあのジョーサーバー、まあ、ポスト GIS なんかに載せて、まあ、配信をしていくということをしていますそして最終的にまあフロントエンドとしてセシウムを使って 3D で、まあ、マップの上で配信するという流れになっています、まあ、もう少しあの図示するとこのような形で、まあ、人口とか土壌データとかさまざ、あ、まなそういうデータを これらはまあ大体基本的に全世界にあるものを使って、えー、まあ予測をしているというものになります。ちょっと今回、趣旨と外れてしまうのであの予測の方の話はまあ省いてしまいますけれども、基本的にはこのデータプロセッシングのところで非常にこの g l l ですとか、あの最近だとラステリオってあのラスター画像からあの変換するようなツールなんかも使ってデータベースを作っています。はい、ちょっとここは あのこういうやり方をしているというまあ、紹介に努めたいと思います。もしあの詳しい話はですね質問いただければと思います。えそして、えー、まあ、ここからがまあ、今日の話のメインになってくるんですけども、えー、まあ、こういうですねまあ、構想を描いてはいたんですね。ただまあなかなかそのいつやるかという話って非常に難しいと思います。でこれをですね、まあ、突然もういきなりやろうという話。 ほっぽりと時間ありませんので最も最短で簡単な方法はないかというのをひたすら見ていくというそういった流れを取っていきましたでもやりながらも詩を作っていくという形で非常にタイトな中でぜいぜい言いながら作っていくという形ですだんだんできてはいるもののタイトな中でトントンと作っているところがありますのでやはり漏れなんかもあったりするんですね 気が付くと、すごい時間で作業してたりもするんですけれども、こういうことをしながらですね、お祭り状態の中、なんとかロンチまで至ると。そして今回、実証実験的な側面がありますので、フェイスブック広告もガンガン使って、どれほどこういうコンバージョンまで至るかというところを確かめていました。ただ、やはりこういう背景ですので、なかなか思った通りにコンバージョンまで至らなかったりとか、スマホぐちゃぐちゃみたいなこともタップ。 にありましてまあ、とてもまあきつい、まあ、あまりこういうことは繰り返したくないなというところあるんですけども、まあ、こういう問題に対してです、ね、率直に向き合えるというのは非常に楽しいものであったなというふうに思っています。最後に、まあ、このセーブオーターナウというのはです、ね、今、今回はミシガン州だけで言って言ったんですけども、まあ、米国全土ですとか、日本全国、ヨーロッパ全体に今、これを発展させていきたいと思っています。 それにあたって非常に多くのデータをこれからも扱っていくというのがありますので、ぜひですね、GIS のエンジニアやデータサイエンスの方、もしくはあのパートナーとして協力してくれる方というのを募集しています。ぜひですね、大量のデータを使って全世界を追いつくしたいという方はですね、ご連絡いただけたらなと思っています。先ほどの SavewaterNow の続きはですね、このノートの方にも少しだけ書かれています。なかなか面白い展開になっていますので、ぜひ見てみてください。そして このまあフラクタ時代はですねクレイジーでいこうというところに結構生々しい話がシリコンバレーでどう戦ってきたかという話がまあ,ありますのでぜひアマゾンでポチッて見ていただけると嬉しいです。はいということで、えー、あの学生時代からもそうですしこのフォスフォージーのおかげで今もこういった楽しい仕事をすることができていまして改めてあのお礼を申し上げたいと思います。以上で発表を終わらせていいいいたたただきとと思まますありがとうございました はい戦国さんえ、ご発表ありがとうございました。えー、といくつか質問を受けていますので,で、えー、まず1点目ですけども、ミシガン州では水道の管理情報は、えー、オープンデータなどで公開されているのでしょうかという質問になりますあの。公開はされていないですね。基本的に水道データはあのミシガンに限らずですね。まああの 内部自治体の中の内部のデータになりますので、公開はされていないものになります。ただ、あの今、えー、研究機関なんかがまあ問題があった町ということもあって、研究成果をオープンデータとして公開するということは、えーまあ、されてきてはいまますすはいいありがとうございます、えー、続きましてですけれども、寒冷によって排,管排水管を更新するのはよくありますが。 うん、それ以外の老朽化を判断する指標はどういうものがありますでしょうかという質問ですそうですね、えーまあ、老朽化判断するものとしては、一つは材質なんかもあったりします、あのプラスチックで作られているものがあれば、ベニールだったりとか、まあ、やはりそれによって劣化のしやすさって変わってきますので、まあ、そういったものがよくあの考慮されるまあ対象にはなりますね。はい もう一つ水道管の情報がなくても、それ以外の外部環境の情報が予測するということですが、どの程度の精度なのでしょうか、監視関係などによって全く違うと思うのですけれども、という質問です。そうですねあの結構これは非常に難しいところです。場所によってはよく当たるというところもありまして、例えば土壌なんかが、あのなんでしょうかねあの、酸化しやすい土壌であるですとか、 あと最低気温が非常にあの、まあ、氷点下までいたですとか、そういうものが起こりやすい地域によっては予測しやすいというのもあります。ただ、全体的なところというのは、まだまだ改善の余地がありまして、まあ、それはもう1点、五十嵐仁さんから、東アフリカで水道の GIS の仕事をしていますが、えー、活用できないか気になっていますというコメントをいただいています。 いやもう活用バリバリできると思います。あの非常に興味ありますので、ぜひこの後コンタクト取らせていただければと。はい。えっと、そうですね、えー。もう少しだけ時間ありますので、はい、あの予測の部分を少し割愛されていたかと思うんですが、もしよろしければ、はい、少し、はい、説明いただければ幸いです。わかりました。まあ、予測 まあ、教師あり学習という、まあ、アプローチになりますけれどもあの、まあ、教師データとして、やはりあの水道管が壊れた、壊れてないという、まあ、そういった形のデータがあるんですね。ですので、まあ、ある意味それを目的変数に据えて、さまざ、あ、まな先ほどの慣例ですとか、材質ですとか、えー、この人工土壌というようなオープンデータにあたるようなものを、まあ、考慮していくというのが、まあ、基本的なスタンスになっています。難しいのは、あの何年後に壊れるかというところまでも今回、まあ、考慮していて。 それがやはりその劣化状況というのはですね個々のま変数がどれくらい強度があるかみたいなところをまあ,あの定量化していくところにま非常に難しさがありますそこはもっか今も改善中ですの予測はラスターベースでされているんですかあ基本的にはベクターですねベクターでされているんですかはい、ラスターのものは一度ベクターに変換していますあということですねはい 分かりました、はいあのー、もしその今後、あのー、世界中にということですけども、まあ、おそらく日本も対象になるのかなと思うんですけども、なんかそのあたりの今後の目標みたいなの、もしあれば教えていただけますでしょうか、はい、そうですね、あのまあ、ちょっとこういう勢いの適当なことも含めて申し上げると、まあ、関東ですね、まずは、日本の関東をこの年度内に作り上げたいなと思ってます。 ので皆さんのお力を借りれば、多分2週間で作れると思うので、ぜひお力をかてください <laughs> またその苦しみを味わうということになると、ねねね <laughs> はいうのは、ちょっとアメリカからご参加ということで、非常に僕も驚きましたけど、あのあのこういう機会であのあの海を越えてあの参加していただきまして、大変ありがとうございます。 また、あのチャレンジングなご発表ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、えー、では、千石さんのご発表でした。